ここは、関西本線の電化区間の終端、加茂駅です。両側をホームに挟まれた2番線は、いわゆる中線のように見えます。こちらは、加茂駅の、下り、場内信号機。中線のように見えた2番線は、下り主本線なんです。加茂駅の配線と線路故障を見てみましょう。1から3番線は、すべて上下両方向からの進入、両方向への進出が可能となっています。かつて運転されていた、下りの急行、春日は2番線を通過していましたが、現在は当駅をまたいで直通運転する列車は設定されていません。ただし、入れ替え作業のため、下り場内信号機付近まで、電車が入線します。先ほどの、下り場内信号機を別アングルから見ると、信号機の外表まで、架線が張られているのがわかります。ちなみに、加茂駅の名古屋型にある踏切には、入れ替え作業の時刻が掲示されています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。